皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。めでたいめでたいこのセットすごいです。これわざわざ発注してくださったんですよね、うん、YouTube 史上一番豪華で、すごい、ね、この羽織、うん、判定なかなか着ないですよね。どこにあるんだろうこれ。でもおさないちゃん似合ってるね、うん、本当ですか。え、私物私物じゃないですけど昔だったらモテたと思う。今でもモテますよ。モテる。あれ着てたら今でもモテる。え、なんか私最初これ振り袖ですよって聞いてて、お金がないのでやめましたっていうところまで聞きました。お金ないんだって思いました。なるほど。だって、ね、そのまんまでも聖火さんは花がありますよ。新しい。ということでですね、新年一発目の YouTube は女性アナ最強運決定戦。イエーイ。占ってもらって今年一番ついているアナウンサーは誰かというのを決めます。あんまり運とかなんかあんま信じてないタイプなんです。占いとかあんまり信じてなくて、これ今見た目から分かることしか言ってなくないって思って私めちゃめちゃ信じますね。なんか恋愛を見てもらったんですけど、恋愛のパスポートがないって言われました。恋愛パスポートがない。まだあなたは恋愛に適していないみたいな。どうやったら分かんないです。ただパスポート持っていませんっていうだけ言われました。優しい。パスポート多分未だに持ってない。じゃあそろそろ行きますか。はい、行きましょうか。お願いします。生田先生。生田さん違います。え、天の声です。待って、生放送これ。あ、え、すごい。そう、待って待って、アナウンサー室にいなかったもん。私も生田さん今日いないなと思ったんです。アナウンサー室に生田さんって誰よ。え、名前は天野です。あの反転の下の服はさ、何ですかそれは。皆さん全員私物です。私服です。私服です。アナウンサーのあの下は何柄。何柄なんですかね、これ。花柄？スポーティー。スポーティーですね。今すぐにでも走り出せるような格好しかしてないです。何に怯えてんの。何かあったらすぐ行けるようにと思ってます。そう、井上さんの。いやだって、いや普段着っていうからもうみんなこんなのだと思って。何それ、なんて書いてあるの。大学のサークルの。嘘でしょ。サークルのサークルのスウェット履いてたの。はい。でもあの目覚まし8はね、新年の YouTube はみんなあの着物を着てるそうです。なんで。だってお金ないって、お金ないって言った。なんで。いや、やっぱりあれじゃない、なんか絵力じゃないですか。私たちに絵力がないってことですか。さあ、今日は皆さんのお伝えをお伝えしに参りました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。なんか負けしないけどな。いつも目覚ましテレビの占いコーナーを担当してくださっています。ムーンプリンセス、ひみこ先生に占ってもらいました。お、よ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。では、早速。順位発表いきます。2022年全部の順位。2022年の順位いくよ。はい、まず第3位、井上聖火。いや、そんな表情が。いや、そんな顔した。龍の絵です。2022年は新たなチャンスが訪れる幸運の年。いいじゃん。いいじゃないですか。仕事はステップアップの運。おお。新しいこと、あるいは新しく与えられた仕事は幸運の展開となります。めっちゃいいじゃないですか。1位でしょこれ。井上さんやっぱね、はい、去年は女優デビューもしましたしね。はい、そうですね。そういうチャレンジもしていきたいなとか思ってるんですか。いや、あれ最初で最後って一応。あ、でもあの風の噂ですごい女優が来たって聞いてます。大女優現る。はい、大女優。月9なんてもうふぅって感じだっていう。月9のなんかお仕事とか来たらどうすんの。それは出ますけど。今年も頑張ろう女優。はい、はいとか言っちゃった。余裕になってる。さあ続いて、はい、恋愛運いきましょう。お、好きな人と結ばれるというハッピーな展開が期待できそうです。え、今のとこ1位の運勢じゃないこれ。ただ2022年、あなたを好きになる相手はかなり真剣なようですから、軽い気持ちで付き合ってしまったり、描いている将来像が違っていると問題が生じるので気をつけましょう。トラブルになるってこと。あの肌からあの急に渚ちゃんが生き生きしちゃう。うわぁ先輩みたいな。また言わなくても分かってくれるはずは NG です。目で見てくれちゃう。なんか普段どっちなのかなとかいろんなこと聞きたくなっちゃう。YouTube 止めて。言わなくても分かってくれるはずっていうスタンスなんですか、井上さん。そうですね、親みたいな感じ。親って言わなくても分かってくれるじゃないですか。なるほどね。うんうんうん、厄介だね。厄介厄介ということで、
中の下でした。これが中の下え、結構良くないですか。でも、うん、どんどんいきましょう。はい、続いて第2位は藤本さん。おお、やったー、やった。私のよりいいってこと相当いいよね。相当いい、うん。2022年は藤本さんの慎重さ、仲間や友人を深く理解しようとする真摯な性格が特に輝く1年になるでしょう。包容力もあり、信念に基づいてアドバイスしているうちに気づけばいろいろな人のメンター役になっていたなんてことも少なくなさそう。でですって、普段はどうですか藤本さんの後輩は。今日いっぱいお菓子をもらいました。優しいよね。私ももらいました。お菓子いただいてない。嘘じゃん。アナウンスしてさ、後輩とよく話してるなんていうことさ、よく聞くんですよ、藤本さんね、はい、ありがとうございます。藤本さんって呼んでねって、あの呼び方まで指定してたのをあの目撃したことがあります。私言われてましたね、はい、あの藤本さんって呼んでたら、なるみさんって呼んでって素晴らしいメンターだなと思ってひみこさんによりますとね、はい、藤本アナウンサーは思慮深く洞察力に長けている人、一度会うと強く印象に残るような不思議な魅力を持つということなんですけど、他の3人に藤本さんのその不思議な魅力について順番に語っていただきます。まずは井上さん。不思議な魅力、うん、あれ続いて渡辺さん。なんか吸い込まれるくらいなんか素敵な黒目をしてる。あれ、そしてあれ、おさねさん。あれ、あの素敵ですね、すべてが。薄いよみんな。わかった。はい、どうぞ井上さん。おしゃべりモンスターのところ。おしゃべりモンスター、うん。素敵なおしゃべりモンスターだからね。そう。はい、フォローします、はいはい、フォローします。言わないの。フォロー。いいおしゃべりモンスターで、一回話し出すと気づいたら40分くらい経ってます、うん、だから多分引き込まれてんだと思います。確かに藤井アナの話聞いてるときすごい時間経つの長いもんね。それとは違うってことだよね。それではいよいよ1位、おお、近ってことだ。最強運女性アナウンサーの発表です。今年ということで、はい、最低運は幼いアナウンサーです。私なんならちょっと1位かなってちょっと思ってた。占いを一切信じない渡辺アナウンサーがまさかの最強運と。やってる。今どんな気持ち。これからやっぱ信じる方がいいのかなって。そうでしょ、はい、ね、参考にしてよ。はい、信じてます、うん、聞きたい聞きたい、詳しく。では詳細いきますね、はい。2022年は新しい自分へと成長できる時です。12年に一度の幸運期が到来。過去を見直し、新しい目標に向かう準備を入念に行いましょう。見直すことある？反省すること？山のようにありますけど、衣装のパンプスのヒールの部分めっちゃ剥がしちゃいました。衣装の靴の5足中4足は剥がれてます今。買い取りお願いします。まあそうなりますよね。愛情運、一人の人から深く大切に愛される時です。それがすごくいい。どこにいるの？どこ？どこどこ？急に信じ始めた。それはもう出会ってるんですか？それとも今年出会うんですか？ん？それはあの渡辺さん次第じゃないか？ちょっとなんでそこ雑ですね。天野さん急に書いてなかったみたいな。書いてなかったみたいな。1位はほんまいじるとこはないので、はい、次に行きます。はい、お待たせしました。見逃さなかった。すごい嫌な顔した。4位ということですけれども、2022年幼いアナウンサーが気をつけなければいけないのは忘れ物です。あ、なんかリアル。仕事もビッグチャンスが与えられるなど拡大傾向にあります。いいですね。しかしここぞという場面で一番大切なものを忘れてしまったなどというハプニングが
一歩先を見つめて早めの準備を心がけてください。なんか最近忘れ物したことある？更衣室に家の鍵を忘れて、それをお家に着いてから気づいてやったことある。あ、ですよね。あるよね。そうですそうです。わかる。なんで更衣室に鍵を落とすんですか？うん、なんかズボンにこう鍵を入れたままにしておいて、うん、でなんかそこから落ちるんですよ。ズボンに鍵入れてんの？入れない入れない。ね、ちゃんと中 の, チャック閉まるところとかの鍵とか入れます。私も嫌なんで。やっちゃいますよね。それはしょうがないですね。さあ恋愛運行きましょう。恋愛運ではロマンチストな性格が本来のパワーを発揮します。おお、5月までの間の出会いが特に幸運。お、恋愛や結婚に発展する可能性大。パスポートゲットじゃん。ゲットだ。やっとゲットしましたね。ロマンチストなのかもしれないですね。ちょっとそうですね。どういう出会いがいいの？どういう出会いですか？それこそお家の鍵をちょっとこう落としちゃって、すいませんはいって振り向いたらこう鍵落としましたよ。やだ、ありがとうございます。やだ家の鍵は落としちゃダメなのよ。どうですか天野さん。危ないからやめな。ということでこの4人の中で一番運勢が良かったのが渡辺アナウンサー。ありがとうございます。アナウンサーという結果でした。はい、まあ、でもねみんな総じてねいいんですよ。おこの中でってことですもんね。そうそうそう、あくまで順位は、うん、そうなんです。ということでね、みんな運勢良さそうなので、うん、新年一発目の運試しと参ります。は、おお、運試し、何くじを用意しました。このくじで当たりが出た方には今年はトラ年ということで、景気、うん、のいいトラ客を披露していただきます。なんでトラ客罰ゲームじゃないですか。ではせーのでくじを開きますよ。せーの、外れ外れ、やったー。あー開かない。最悪。では当たりくじを引いた井上アナウンサーには目覚ましテレビの発展繁栄を願いまして、トラギャグカメラ独占のトラギャグ披露していただきます。トラギャグって何？何でもいいんですか？何でもいいよ。ちょっと待って、一回考えていいですか？考えよう考えよう。みんなも考えてあげてんじゃん。考えてないな。本当の顔してるないかな。いやいやいや、もう浮かんでます。やらないですけど。教えて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 、こっそり教えて。あるの？めっちゃいいです。運用する。嘘。私が1位ですよ今年。やっぱりじゃあ後輩さんにきちんと製造して、はい、いや知らないですからね。ちょっと立ちますね。あ、立つ、はい、では目覚ましテレビの繁栄を祈りまして、井上聖華アナウンサーのトラ逆です。お願いします。いきます。ぽよよん、ぽよよん。